この際お諮りいたします。本日の一般質問はこれにて打ち切り、残る16名の方の一般質問については明28日および3月1日の本会議において行うことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって作用を決せられました。以上をもって本日は散会いたします。お疲れ様でした。